今回は内定者インタビューということで、三菱電機に内定獲得をされた宮崎さんにお話をお伺いしていきます。宮崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、1名少しコア持ちの方がいらっしゃいましたので、まあ、その人からの質問が若干鋭かったっていうような印象だったんですけれども、まあ、自分の技術力の高さをアピールするのもいいんですけど、自分のやりたいことがあまり定まらずに曖昧に答えてしまうっていうのは避けた方がいいと思いますので、就活会議。こんにちは、就活会議の岡崎美久です。今回は内定者インタビューということで、三菱電機に内定獲得をされた宮崎さんにお話をお伺いしていきます。宮崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。立命館大学の修士2年になります宮崎です。総合電機メーカーは日立製作所と三菱電機を受けて内定をいただきました。本日はよろしくお願いいたします。ということで、今回は25年卒の三菱電機内定者に全校対策についてお話をお伺いしてまいりますが、他の内定者から寄せられた最新の選考口コミは概要欄やコメント欄からも確認できますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。では早速、三菱電機内定獲得をされた宮崎さんにお話をお伺いしていきたいと思いますが、まず受験理由のところお伺いしてもよろしいでしょうか。これだけ大きな企業になりますので、まあ、そういった中で、まあ、大きな事業の一部として働くことができるっていうので、まあ、そこが魅力の一つで受けました。で、あとは周りで受ける理系学生も非常に多い大きな総合電機メーカーですので、まあ、やりたいことを探せば一つ二つ見つかるような企業になりますので、まあ、そういったところで受けたっていうのも一つ理由として挙げられます。やっぱり三菱の電化製品がイメージとしては強いですけれども、どんなことをちょっとやっているかっていうところもぜひ内定者目線で教えていただければと思います。やはりこの電化製品は CM もやっているので、まあ、そのイメージが強い方も多いかなと思うんですけれども、強い事業としては B2B 領域の事業が強い企業になります。例えば工場向けの制御装置であったりだとかが強いような企業になりますので、どちらかというと B2C よりも B2B をやりたいっていう方におすすめの企業かなと思います。実際に宮崎さんが選考を受けられた当時、こちらはどういった選考フローを踏まれていらっしゃいましたでしょうか。私は本選考から参加させていただいたんですけれども、これだけ大きな企業ですので採用される人数も多いので、手順としては本当にシンプルかつ時間も短い形で進んでいたんですけれども、まあ、一次面接をオンラインで行って最終面接もオンラインで終わったというような形です。まず一次面接、こちら多くの多分ね学生も受けられていると思うんですけれども、どういった形式で行われていらっしゃいましたでしょうか。まずはこれだけ大きな企業になりますので、自分が希望を出した事業によって本当に選考の雰囲気、もしかしたら選考のフローすらも多分変わっているのかもしれないというような、それぐらい、まあ、事業が違ったらほぼ別会社になるような企業になります。で、僕の場合はファクトリーオートメーションっていうような工場向けのロボットを作るような事業に応募したので、そのファクトリーオートメーション部門の話をするんですけれども、一次面接は技術系の社員 5,6 年目の方かなと思うんですけれども、若い技術社員の方と1対1の面接が行われました。志望動機に関してはそこまで深く掘られることはなく、あっさりと終わったなっていうような印象でした。本当に15分ぐらいの短い面接なので、それぞれ端的に質問が進んでいって、本当にイエスに書いてある説明を求められて、でそれに対する受け答えを2点やって、で次にもうすぐ行くっていうような流れでどんどん進んでいったような印象です。最終面接だと結構雰囲気もガラッと変わってくるような感じですか。最終面接はオンラインで行われたんですけれども、人事の方1名と年次の高い技術系の社員の方が2名との計3名と面接を行うような形でした。まあ、1名少しコア持ちの方がいらっしゃいましたので、まあ、その人からの質問が若干鋭かったっていうような印象だったんですけれども、一次面接と違って口頭で研究発表をするような時間がありましたので、自分の研究に対する質問が何点か飛んできたなというような印象です。一次と最終、まあ、そして ES もあるかと思うんですけど、ちなみに ES はなんかこう印象的だった訪問とかはありましたか。この三菱電機の中のファクトリーオートメーションの部門で実現したい思いを書いてくださいっていうような、まあ、そこが多分志望動機の欄になるかと思うんですけれども、まあ、実現したい思いを書くっていうのが特徴的だったかなと思います。ではこのやっぱり2つの面接で内定をこう取らなければいけないという形になっていきますが、肝となる部分ってご自身の中で一次と最初だとどちらになるような形でした。
僕は最終が本当に振り落とされるかどうかの鬼門かなと思います。一時は本当にネガティブチェックなので、受け答えがしっかりできるかとか、コミュニケーションすんなり取れるかっていうようなチェックのような面接なんですけれども、最終面接は、自分の研究内容、専門的なところを知らない人にも分かりやすく伝える能力と簡潔に話す能力っていうのが見られていたのかなっていうような印象です。今すぐ内定が欲しいそこのあなた、就活会議は内定者の ES 選考体験機が読み放題、その数なんと13万社以上、しかも選考状況がリアルタイムで見れちゃいます。詳しくは概要欄コメント欄からチェックしてね。選考を通して重点的に質問されたポイント、あと選考を通して注意していくべきポイントとか、この2点のところをちょっとお伺いしてもよろしいですか？まずは自分が応募している事業に対する理解度の高さだと思います。これだけ大きな企業ですので、全ての事業を理解するっていうのは無理なので、自分の応募したところにはしっかり理解度を高く持って、あとは職種ですね。僕は設計で応募したんですけれども、なぜ設計なのかっていう理由も高く持っていくのが大切だと思います。あとはこのファクトリーオートメーション、工場の自動化などを務める役割をするロボットの開発ですけれども、なぜそこのファクトリーオートメーションなのかっていうところも重要な項目だと思います。私も実際食品関係のロボットで、こういった工場の自動化を図るようなロボットの開発を行っているんですけれども、現在この食品業界においてもですね、非常に人手不足が騒がれているような業界になりますので、そういったところに少しでも貢献できるっていうので、このような自動化を行うことができる、かつ人件費も削減できるっていうような志望動機で受けました。志望している学生多い中で勝ち上がれた秘訣みたいなところをご自身で振り返ってみて、どこが良かったなっていうのはありますか？まずははきはきと喋ることだと思います。やはりこの総合電機メーカーで受ける人も多くいるので、そこで何をポイントとして他の人と差をつけるかってなると、技術力を持った人っていうのはもう一定度多くいるので、入ってくる基準ってそんなに高くなくても、入ってから学ぶことの方が多いので、そこよりかは性格のところですね。はきはきと喋れるかどうか、明るく接することができるかどうかっていうのが評価項目だと思います。ではこの人事の方はどういった部分を評価しているんだろうなみたいな、選考を通じて感じた部分ってありました？人事の方が評価していたポイントとしては、やはりさっき挙げたハキハキと喋れるかどうかっていうところもそうですけれども、研究発表とか専門的な用語を人事の方は文系になりますので、そういったところを分かりやすく伝える能力があるかどうかっていうところも一種項目として挙げられるのかなと思います。ではやっぱり志願者内定者から見る同業界の他企業とこの企業の違いというところもお伺いしたいなと思っておりまして、こちら教えていただいてもよろしいですか？総合電機メーカーは重なる部分も非常に多いので、なかなか差別化が難しいと思いますけれども、全体を通してざっくりとした強みっていうのはそれぞれ、特色が、あります。例えば日立製作所さんであれば社会インフラ系、太陽光パネル、風力発電、あとは鉄道であったりだとか社会インフラ系に強いという特徴がありますし、ソニーさんであればエンターテインメント、エンタメ系ですね、ゲームであったりだとか音楽であったりだとか、そういう設備に強いっていう特徴があったりで、パナソニックさんはやっぱり B2C 電化製品であったりだとかに強いで、三菱電機さんは、先ほども伝えさせていただいた通り、B2B 領域、工場向けの制御装置であったりだとかが強いっていうような特徴がそれぞれざっくりですけどあると思います。なんか特に日立製作所と比較してみると、面接の雰囲気だったりとか決定的に結構やっぱり違うなって思った部分とかってありましたか？やっぱりどちらも多くの人が、受ける企業になりますので、そこまで大きくなかったというか、むしろ共通点が多かったなっていうところですね。最終面接までオンラインで進んでいくであったりだとかっていうところは、やっぱり総合電機メーカーならではの同じ共通点なのかなと思います。ただ三菱電機さんに関しては、技術力っていうよりか本当に人柄の部分が見られていたのかなっていう印象ですけれども、日立製作所さんはそれよりかは技術力の高さと事業に対する理解度の高さは本当に求められたところになりますので、そこで少し違いがあったのかなっていうような印象です。
三菱電機や競合企業のこう就活を通してこれは避けた方がいいよみたいな行為があればぜひ教えていただきたいんですけど、ね、いかがでしょう。まあ、自分の技術力の高さをアピールするのもいいんですけど、まあ、それよりもそればっかりアピールして総合電機メーカーがゆえになんか自分のやりたいことがあまり定まらずに曖昧に答えてしまうというのは避けた方がいいと思いますので、やっぱり自分が志望した事業があるのであればしっかりとそこに対する理解度の高さ、職種に対する思いの強さというのをアピールするのは必要です。ではこれからこう三菱電機を受験しようと考えている就活生に向けてぜひメッセージをお願いいたします。あれだけ大きな企業ですので事業が違えば本当に別会社だと私は思っているので、あんまり世間の固定概念というかそういうのには左右されずに自分できちんと調べて自分の目で見るっていうのが大事だと思います。で、総合電機メーカーですので、まあ、自分の研究と直結するようなことも必ずあると思いますので、その中で志望動機を見つけて志望されるのがいいのかなと思います。ということで今回は三菱電機の内定者に合格極意についてインタビューをしてまいりました。今回は25年卒の三菱電機内定者に選考対策についてお話をお伺いしてまいりましたが、他の内定者から寄せられた最新の選考口コミに関しましては概要欄やコメント欄から確認できますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。ということで今回は三菱電機内定者の宮崎さんにご協力いただきました。宮崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回取り上げた企業の選考対策をしたい人は、この動画左のリンク、または概要欄、コメント欄、一番上の選考体験記をクリック。内定者からのアドバイスをすべて無料で読むことができます。選考体験記を読んで、対策万全の状態で一緒に内定を目指しましょう。今日も最後までご視聴ありがとうございました。